哲也です。今日はね、いじめられている生徒が転校させられるなんておかしいというテーマでお話ししてみたいと思います。先日ですね、ある保護者の人とちょっと話をする機会がありましてね、その時にちょっと出た話なんですけども、それはですね、その保護者の知り合いの、中学生の男の子かなが激しいいじめに遭ってきたということですね。で、学校側にもですね、その保護者の人が、親御さんがですね、なんとか対処してくれというふうに何度も申し入れをしたそうです。しかしあまりにもですね、いじめがなくならないので、ついにね、学校側に、厳しく申し入れをしたそうなんですね。そうするとその担任からですね、意外な言葉が出たということなんです。それはですね、息子さんそろそろ転校を考えられたらいかがですかって言われたそうなんですよ。これを聞いてびっくり仰天なんですよね。その親御さんによるとですね、同じようないじめにあった子が転校を進められるというケースね、これが非常に多いということらしいんですね。なんでだと、いじめてる側といじめられる側ってありますけど、これはっきり言って、いじめてる側が悪いに決まってますよ。もちろんいじめられる側にも原因があるというふうにね、考えられるでしょうけれども、別にいじめなきゃいいじゃないですか。ね。ちょっとこう、疎遠になるとかいう程度だったらいいんですよ。めちゃくちゃいじめられてるわけですね。いろんなところで嫌がらせをされてるということなんですね。暴力も受けてるということなんですよ。ですから、これはもうはっきり言ってね、いじめてる側の方が悪いに決まってます。で、その悪さはですね、我々社会人の中での、はっきり言うと犯罪行為のレベルなんですよ。お金をね、無理やりね、奪われたりね、殴られたりね、いろんなことがあるんですけども、犯罪レベルなんですよね。ですから、はっきり学校側としてはですね、いじめてる側を徹底的に、指導してですね、いじめられてる人たちが、そういう嫌な思いをしないようにしていくのが学校側の務めだと。私なんかはそう思いますけどね。しかしそういう意外な言葉が担任から出たということでね、こういう問題は学校側がいじめというのは本当に卑劣で、犯罪行為と言ってもいいくらいのね、問題なんだと。これはね、本当に、絶対やってはいけないということをですね、生徒たちに徹底指導するということが、大事なんじゃないかと思うんですね。いじめてる側にはですね、いろいろ家庭の問題だとかね、様々なその根深い問題があることが多くてですね、そこに手を出すと、授業どころじゃなくてね、教員が非常にもう、なんていうのかな、疲労困憊してしまうという話も聞いたことあるし、できるだけ穏便に、あまりね、影響のない形で、ことなかれ主義というのかな。そういう処理の仕方をしたくなる気持ちもわかるんですけどね。それでは根本解決にならないし、いじめ自殺なんかもね、防げないんじゃないかと思います。もう一つ問題はですね、いじめられる側に問題があると言いながらですね、実はですね、いじめてるグループの中にボスみたいな人がいてね、その人が、いじめの対象を決めてるって話もあるんですよ。だから今、いじめてる側がですね、ボスの意向によってはいじめられる側に回ることもあるわけですね。そういうことを考えるとね、やっぱりいじめということの卑劣さ、犯罪性、人間としての醜さ、そういったものをですね、徹底的に指導して、その問題部分を除去する。つまり、被害を受けている人を除去するんではなくて、問題そのものを除去するという考え方で、真剣にですね、校長以下、取り組んでいかなきゃいけない。校長以下というか、教育委員会以下ですよね。全体で取り組んでいかなきゃいけない問題じゃないかと思います。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。目覚めよ、日本人。よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。